やったあかん出ていけ授業から入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの中桐です。学びズムの矢田です。こんにちは。はい、じゃあ質問です、はい。理系国公立志望の人が古典を捨てることについてどう思いますかという質問ですね。はい、じゃあ理系国公立志望だったんで理系国公立大阪大学理系、はいはいはい、答えさせてもらいますが、はい、全然ありだと思います。ただし条件付きでありかなという感じですね。条件付きで、はい、はい、条件っていうのが多分この理系国公立の人が古典を捨てるっていうのが2通り可能性としてあるかなっていうふうに思ってて、はい、1個がこれまあ条件のダメな方なんですけど理系科目が大変で二次試験がもう理系の難易度難しすぎるから国語まで手が回らないだからやらないありですかダメです。逃げてますね。ダメです。逃げの選択です、はい、でもう一個が回転の比重考えた時に明らかにセンター試験で国語を点数取りに行くよりも理系科目の点数を取りに行った方がいいというふうに配点をもとに考えているのであればそういう発想は全然ありかなというふうに思います。はい、で理系国公立志望っていうふうに書かれてるんで、まあ、どこの大学かっていうのはあれなんですけど例えばその僕が受けたとこであれば大体センター対二次試験の比率がまあ3対7になってでしかもまあ国語の200点っていうのはまあ半分に圧縮されて100点満点で換算されるんですよね。だからその全体で1000点ぐらいあるうちの古文が25点までマックスで25点まで漢文もマックスで25点までってなったら、まあ、そういうところに時間を割くよりも特に半大だったらまあ二次勝負になるので二次試験でしっかりと成果が出せるように数学であったりとか物理科学を極めておくとかっていう風な発想が出てるのであれば全然 OK かなという風に思います。だからあくまで逃げの選択肢ではなくて自分がかけるべき勉強時間とそれに見合った効果を考えた時に古典を勉強の時間の比重を減らしに行くっていうのは全然ありだと思うんでちゃんと自分がそういう考え方でできてるかどうかっていう風にしてください。周りの意見に流されるとか自分がこう理系でアップアップしてるから古典をしてるとかっていうのはもう絶対なしです。はい、っていうのが僕の意見なんですが古文の先生としてどうでしょうか。古文の先生から一言、はい、よろしくお願いします。お前配点 2.5% の古文なんでそんなやってんねんなるほど、やったあかん出ていけ授業からってなります、はい。まあ大阪大学の理工学部でした。理学部。あ、理学部、はい、理学部で調べて、まあ言ってましたけど、センター300の2次700点で、センター300のうちの国語100のうちの、大問1、大問2、大問3、大問4、25、25、25、25しかないんで、古文25、漢文25なんでね。1000点から換算すると 2.5% しかないわけですね。だからそれをちゃんと考えた上で、言うたらさ、ちょろっと例えば古文単語200個覚えたりとか古典文ちょろっとやるだけで、まあ、大体今 2,30 点ぐらいは取れるわけ、はいはいはい、でそこから40点、うん、50点に伸ばすための労力って結構かかるわけよね、うんうん、そこを損切りしていくっていうのはやっぱり賢い国公立に行くためには絶対必要なことかなというふうに思います。二次でいるんやったら絶対捨てられへん、理系やったらそれはそうですね、なきにしもあらずというところですね。はい、はい、この動画はここまでしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにした学びズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので必ず登録しておくようにお願いします。